2011年6月に打ち上げられたヒート1ティコブラーエ民間宇宙団体とは民間の資金で運営される宇宙開発関連の活動に従事する団体である。1920年代から1930年代にかけてドイツの宇宙旅行協会やソビエトの反動推進研究グループ、アメリカのアメリカ惑星協会等、あたかも申し合わせたかのように各国で、 宇宙関連の団体の設立が相次いだこれらの背景にはこれまでエソラごとであると考えられてきたジュール・ベルヌのガツ世界旅行のようなサイエンスフィクションが第一次世界大戦を契機とした科学技術の急速な発展やコンスタンチン、ジオルコフスキーやヘルマン・オーベルトたちの理論面での研究により現実味を帯びてきたことが一因として挙げられる各国の会員たちは 宇宙開発の黎明期には開発を担い、やがて設立された各国の宇宙開発機関の人材供給源にもなった。また、冷戦終結後、緊張緩和と技術革新により宇宙開発への参加のハードルが下がり、各国で民間宇宙団体の設立が相次ぐ。それらの各国の団体は設立当初は、 サイエンスフィクション畑の人たちと実務派の人たちが入り混じって活動していたが、徐々に活動の主体は実用的なロケット開発に傾倒していくことになり、第二次世界大戦後には宇宙開発競争で主要な役割を担うようになる者たちも少なからずいた。その後、世界各地で類人の団体が設立され、現在では単なる愛好家団体の範疇にとどまらず、 各国の宇宙開発機関と連携して人工衛星や Google ググル,ルナー、X プライズに参加する探査機を開発したり、コッペンハーゲンサブオービタルズやアルカスペース、コーポレーションのように民間宇宙開発の一翼を担う団体もある。大半の民間宇宙団体は予算の都合上、小規模な活動や理論面での活動が主体ではある。ものの活動領域は多岐にわたり、 一部は既存の宇宙開発機関とは異なるアプローチで独自の打ち上げ機を開発するなど本格的な宇宙開発にも取り組む。2000年代以降はストラトローンチシステムズのような営利目的の民間企業も設立されている。ありがとうございます。